2019明治安田生命 J2 リーグ第12節ヴァンフォーレ甲府対ジェフユナイテッド千葉の一戦をお伝えしてまいります。両チームの選手たちが山梨中銀スタジアムの地に姿を現すところです。ではまず甲府のフォーメーションを確認しておきましょうか。ゴールキーパーは川田、3バックの右に今日は小柳が入ります。中央に小出、左にエデルミマー、中盤のボランチに小倉と新井、そしてシャドウの位置に今日は横谷、そして曽根田、ワントップがピーター宇高。前節から先発を5人入れ替えてきた伊藤監督です。続いてアウェー千葉のフォーメーション、3バックは新井一輝、鳥海、エベルト、中盤のボランチの位置に矢田と熊谷、ワイドには茶島と留田が入ります。シャドウの位置に工藤と怪我から戻ってきたばかりの船山、前線はプレーでのワントップです。ゴールサイドは内田と横谷、内田が上げてくるファーサイド、流れたボールを拾った宇高、切り返す、シュートを打ってきました。いい仕掛けですね、はい、宇高らしい。内田が中に入ってくる、ここで外を使います。それだ、右足で上げる、内田が中に入ってきた、こぼれてシュートが来る、横谷のシュート。そのウィングバックの選手が2人中に入ってきてますからね、ペナルティエリアの中に。ペナルティスポットあたりの縦に並んでいる千葉、よく触った、触りましたね。川田光平のセーブです。クロスが入ってくる、エベルトのクリア、拾った田中、左足で巻いてきた、ナイスキーパー佐藤優也のセーブ、右手一本、まあ、どちらのキーパーもゲームを締めてくれますね。エデルリマ、ね、普段こうやって追いますからね、二条さんと追って後ろ助かりますよね。内田からピーター・ウタカにつながった、2対1数的優位になっているピーター・ウタカ、自分で行く、まあ、自分で行く、まあ、シュートを外した。決定的シーンでしたが、シュートはバーの上。出てきたボールで反応する感じですね。矢田か茶島か船山か、船山がいった、決めてきました。先制はアウェーの千葉、船山の今シーズン2ゴール目、直接フリーキックで沈めていきました。見事なフリーキックでしたね、はい、そして歓喜のゆりかごダンス。追いかける展開になった甲府ですけれども、どんなことが必要でしょうか。まず1対0ですし、はい、慌てないことですね、チャンスはあるので。それだからピーター宇高に出る、シュートを枠に飛ばすことはできませんでした。宇高としては後ろからチャージを受けたんだというような表情です。船山のフリーキック、ニアサイド、こぼれたボール、シュートはうまく当たらない、ただ浮き玉になる、新井貴が落とす、松島優、もう一度シュートを押し込んだ、最後はエベルト。千葉に追加点が入りました。まあ、こうちょっとキックミスだと思うんですけど、はい、千葉の選手が反応早いですよね、全部千葉の選手が触ってますから。
田か曽根田、ワンツーが入る、キーパーセーブ、こぼれたボール、押し込みえない、押し込めませんでした。これはエベルトと佐藤優也は、はい、素晴らしかったですね。ここは千葉のセンターバック、ボランチが中下がってしまうので、はい、橋爪、クロスが入って横田につないで、こぼれたボール、押し込んだ、1点返しました。最後は佐藤浩一、ゴール前で足を止めない選手に転がってきますからね、はい、ボール。ここで試合終了のホイッスル。なんとか逃げ切った千葉、5試合ぶりの勝利を挙げました。